はいどうも、広瀬です。本日はですね、明太子カルボナーラ、みんな大好きカルボナーラにみんなが大好きの明太子を入れたらもっとみんな大好きでしょっていうことなんですけれども本日買わせていただくスパゲッティはこちら、弊社オリジナルスパゲッティ匠のパスタ、もちもちした食感が特徴の国産小麦 100% のスパゲッティで作らせていただきますよ、もちろん。それでは行きましょう。それではスタメン紹介、刻みのり、エクストラバージンオリーブオイル、胡椒、ティトーン、ニンニク2分の1片、明太子 40g、 鹿児島南州農場さんの黒豚ベーコン 50g、 白味噌が 8g、 パルミジャーノレッジャーノ、卵、卵黄のみを4つで作っていこうと思います。はい、匠のパスタ 100g、塩分量 1% のお湯に入りまして8分半。最初まずカルボナーラの作り方と一緒なんですけど、ぜひともカルボナーラの動画も概要欄にご用意してますのでそちらの動画の方もチェックしてみてください。びっくりした鹿児島南州農場さんの黒豚ベーコンが、油分が多いベーコンなので、オリーブオイル少なめちょこっとだけ入れます。オリーブ入りました。で、炒めていただきます。そうしますとベーコンからも美味しい油がこう溶け出してくるわけです。ベーコンを炒めてる間に明太子ですね、こちら薄皮の方から取り出しておいておくわけです。で、この包丁の腹でですね、こそいであげるという感じでございます。で、普通のカルボナーラと違うところが、この明太子がすごくね、塩味が効いているものなので、ペコリーノチーズを使わない。ペコリーノチーズはちょっと塩が効いているチーズなので、そのチーズは使わずにパルミジャーノだけで、作っていくと。で、このベーコンもカリカリになりすぎないような火入れ、一回火を止めました。で、このベーコンもある程度カリカリになる一歩手前まで行きましたら、ニンニク2分の1片小さめです、で、こちらをみじん切りにしていきまして、このベーコンから出た油で一緒に炒めてあげるというようなところになっております。はい、もうある程度こうザクッと切れましたら、豆乳、恒例の絶対に焦がさない、いい感じでございます。はい、また火をつけて止めて繰り返して、ニンニクを絶対に焦がさない。で、ここで釜湯ではなくてお水、はい、しっかりパスタを混ぜる。で、カルボナーラとこちらは一緒です。雑巾の上でソースを冷ましていく。どうなんですか、やっぱカルボナーラに明太子なんて、もうこれでも結構いろんな、なんか動画上がってるのも見ましたけど、白味噌と入れるっていうのはなかなかないんじゃん、白味噌初めてですね、僕は。本当ですか。ほら、中野嵐にある23区で唯一ある味噌蔵があるんですよ。練馬区で唯一の味噌蔵なんですけどの白味噌抜群に美味しくて、僕結構いろんなものに使ってます。結構厨房が綺麗だねなんてコメントもらえたり
してるんですけど今日どうすかね。嬉しいですよね。いつもなんか掃除頑張ってやってるんですけど嬉しいですよね。なんか同業の人とかもなんか言われちゃったりするんで掃除すごい頑張ってます。やっぱ掃除はメンタルが出るなんて言いますけどね。どんだけ忙しくても掃除をおろそかにすることはないと。今日はいいやっていうことはなしにしようっていうことで頑張ってますけどね。ミシュランビブグルマン狙ってるんで。でもその辺も結局スポーツのあれがあるんじゃないですか。道具を大事にするみたいな。いやまさにそうです、うん、試合終わり練習終わり僕必ずスパイク磨いてました。あのちょっとでもサボると本当1日サボると皮硬くなっちゃうから、うん、もうクリーム必ず塗って掃除してってやってました、うん、だからやっぱそっから来てるかもしれないですね。そういうことじゃないですか。だからメンタリティってなんかやっぱブレとか言いますけど、本当どんだけ忙しくてもやっぱり本当メンタル出ると思いますよ。掃除っていうところは、うん、妥協しないっていうか疲れてもやることはやる。必ず小1時間は絶対に掃除の時間取りますからね。でもやっぱり率先してやっぱり掃除するとみんな頑張って掃除してくれますよ。一緒になってみんなでなんか掃除をするっていうのはやっぱり大事なんじゃないでしょうか。はい、パスタ上がりました。8分半でございます。でこちらはまだ火にかけません。パルミジャーノ、こちらすりおろしていくわけですけれども、だいたいかなぐらいですかね。お、15g すりました。そこに白味噌、卵黄8つドン。あー贅沢。で一回混ぜ合わせて濃度を見ます。でこの濃度で火をかけたらもう一発でバキバキになります、うん、なんで明太子に塩が多く乗ってますんで、お水、やっぱりちょっと卵ってあえて見ないとわからなかったりするんですよ、うん、なんでお水で少し伸ばしました。でここはあのベーコンもそんなに塩が強くないんで、まあパスタの茹でた時の 1% のお湯の塩味ぐらいが乗ってる状態です。いやこの段階ではまだ塩はそんなに決まってないわけです。で明太子はもうほんと火を入れたくないんで、うん、超ギリギリこのカルボナーラが完成7割ぐらいのところで投入をしたいんです。今混ぜまして、で卵も固まってきました。だけど明太子には火が入りすぎてません。で、卵もいい具合に固まってきました。のトッピング、うわこれはすごい、これはすごいぞ。本日5本目にして一番重たいパスタを持ってきてしまいました。やばい、すごい。刻み海苔。しちゃいましょう。ほら。うわ。ああ。あれはすごいわ。どうに行きたいんですか結局。はい、2周いっちゃいました。仕上げに倉田ペッパーさんの黒胡椒、明太子カルボナーラの完成です。それではいただきます。
すごいぞ。濃厚さがもう指に伝わってくる。これはすごい。でもこれは濃厚を飛び越えてる。ど濃厚。やばい、うつうすぎた。全然ない、それしかないもん。濃厚の上、ど濃厚しかないもんだって。もうすごい。いただきます。いただきます。これね、もうパスタじゃないもん、もはや固形物。色もなんかあれですね、オレンジですね、うん、これタラコスパゲッティの時も言ったかもしれないですけど、ほんと白米ワンバンド系パスタ、すごくないですかこれ。やばこれ、うわめっちゃ、脳汁出るな、パンチありますね、すごい。これはど濃厚ですね、うん、やば、これでもこの明太子の量でこんだけ塩が決まるってことはもう水以外の水分を入れちゃったらもう多分しょっぱくなっちゃう。もう水がキーポイントです。でパンチェッタとかグアンチャーレとかで作っちゃうともうそれもちょっとしょっぱくなっちゃうかもしれない。塩味がこれ明太子なんですね。明太子オンリーのしっかりやってます。夜中10時にこれ食べたら最高っす、うん、最高っす。間違いない、罪の味しそう。最高、後悔必須。天下一品の超こってりに匹敵するこってりさです。天下一品超好きなんです僕。おー、天一わかりますよ、夜中の天一最高です。中学からずっと食べてるんですよ。のれん分けされてるところのところも味がちょっとずつ違う。違いますよね、はい、うん、僕今まで結構ほんと多分30店舗以上食べてますけど。マジで好きなんですか。エコダ店と、うん、八王子の野苑街道店、タマン、あれはギリタマンなんのかな、タマニュータウン店とかですか。あそこ美味しかったっすね、うんうん、カルボナーラでこのこれだけうまいのにそのもう明太子入れちゃうなんて、もう皆さんぜひやってみてください。このしかもほんともちもちするこの匠のパスタ合いません？合いますね。ほんとソースも絡むし食感も面白くて楽しいんで、もう概要欄でご用意、通販サイトご用意しときますんで、一度そんなこと言わず二度三度チェックしてみてください。冷凍ピッツァもたくさん種類ご用意してます。そちらもぜひとも注文の方お待ちしております。はい、それでは次の動画まで皆さん楽しくお過ごしください。お過ごしください。あまーねー。